ばんは、おかなちゃんです。ちょっと臭いよな今日。臭くないよ、女の匂いです。あんたも女や。ちょっと緊急配信を始めたわけなんですけども。はい、なんで？お知らせ、私から。はい、はい、なんと今月からラムちゃんと同じ事務所に所属することになりました。ようこそ。ようこそマグニファイ運動物園。お邪魔します。はい、なんとね、同じ事務所になったっていうことなんですよ。今までフリーで活動されてたんですか？はい、6年フリーでやってました。さすがです。はい、なんですけど、まあ今年で30歳になったんですけど。え、30なの？もう30になっちゃって見えないわ。30になったんで、ちょっとまあ事務所入ろうかなって。軽っ。30になったから事務所入ろうって。先輩よろしくお願いします。先輩になっちゃいましたよ。姉貴。おかなちゃんとは実は 3,4 年ぐらい前からの仲良くしてもらってて、私は、はい、YouTube ずっと見てた。やったぜ。おかなちゃんでもあれしよ、ゲーム配信もしてるじゃん。たまにね。うん、全然してないけどね。 Apex？ あれバロとかやんないの？バロね、私ね、団体行動苦手で3人以上いると。なるほどね、うん、ストロークだって言われてるわ。ストリートファイターは団体行動なんてないよ、うん、もうね、1人1だもんね、うん、1対1だもんね。あれ買わないとダメじゃん、これ。悲しい。あ、そう。でもコントローラーでやってる。あ、コントローラーでやってる。マジか。じゃあラムちゃんこそっかな、まずは。いける。うーん、ね、そうか。やったことある？格ゲーは。格ゲー、私初めて触ったゲームが格ゲーだった。あ、そうなの？デッドアライブっていう。いや、あー、あのエロいやつ。あ、そう。あ、物心ついた時に触ったゲームがエロい格ゲー。エロい格ゲー。なんだそれ。なんか家族でみんなで回してやってた。あれ、家族ね、あのエロいの、うん、だってなんかさ、格ゲーの他にさ、なんか触れ合いコーナーみたいなのない？このゲーム。ある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 。なんか水着でさ、なんか別に海辺でさ、あるあるある。ちょっと見ないでよみたいなやつ。あるある。家族であのゲームやってんのおもろ。また聖子ちゃんカットしてくれって似合うよね。上が濃いよね、もう。確かに、ここら辺が。そう、この辺が。前髪かわいいね。前髪？前髪かわいい。いい。めっちゃ似合う。ないのもいいけど、うん、どっちもかわいい。あれじゃん。うん、どっちも好きだね。ありがとうございます。申し訳ないけど、今日寝とります。今日寝とります。はい。今日寝とります。あなたたちから寝とります、今日。あ、寝とられます。はい。全然見ろ。大丈夫です。仕方ないなの。おかなちゃんのさ、動画の爆弾おにぎり作ったのよ、家で。中に卵入ってるやつ、だいぶ前のやつ、うん、作ったんだ。握れた？握れない、むずい。手ちっちゃいんだから。お椀とお椀で挟んでこうやって混ぜた。ゴロ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 して、うまいけど、うまく作れなかった。そうだね、あれちょっとね、大変なあれ、うん、みんなに握ってもらおう。いやだ、絶対汚い。ここにいる人たちの手垢嫌だわ。この人たちに握ってもらおう。絶対嫌だわ。誰がおむつや。甘いよ。エモーってなった動画はやっぱあの庭でクリームソーダ、ああアルコール入りの、いいセンスしてる。あれ大好き。いいセンスしてる。そっか、ありがとうね、そんな見てくれて。まあでもさ、今日からはずっとそばにいるから。怖い、事務所だからね。怖いよ、本当に。お返事いい匂いする。しない、うん、今日はどういう匂いする。どういう匂いが、どう君たちは嗅げないからね。で、キャンプ行きたい。キャンプ、じゃあさ、なんか二人でパシラさんと行く。おお、いいね。パシラさん、薪割れるかな。なんか、あ、全然割れない。でも、吉田さん俳優だからさ。あー、確かに。殺人鬼の役を、そう入れたら、うん、いける。そう、やってくれる。へへへへへ。似てる。怒られる。硬いんだね。ぶち切れられる。会話するさ。まして怒るのか。怒んなそう。てか、怒んないって言ってたよ。
めったに怒んない。てか怒り方がわからない。天使じゃん。うん。そういう人間になろうね。あなたたちも私たちも、うん、怒らない人間に。うん。類友だから集まってきちゃったからダメ。ラムの性格正さない。私も結構沸点あれだよ。怒るの？お母ちゃんって。もうめっちゃ短気だよ。すーぐ怒る。本当に？うん、何最近何で怒った？最近何で怒った？あのデュオでランク、エーペックスランクやって、うん、文句言ってきたノラにブチ切れそうになって抑える。えらい、うん、絶対言わない怖いじゃん。知らない人だから。知らない人。え、対面でも怒ったりするの？人に。対面？寝る前一人で怒るね。怖い。でさ、嫌じゃん、怒られるの見て、見られるの。まあ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 、確かに、ね、割と、じゃあみたいなことあるんだ。もうしょっちゅうあるね。カツくみたいな。カツくってある。でも抑えてるの偉いわ、はい、視聴者とは喧嘩したりしないの配信中？あのね、マジでなくて、うん、なんかうちの視聴者層ってツイッチの存在すら知らない人たち。うん、ほんとネットミームも知らない。おー、うん、おおじが多いってこと？いや、なんかね、インスタしかしてない、ツイッターはやってないの。じゃあキラキラ系か。そうだね、リアル充実してる。あ、だってクリスマス1回配信したんだけど、うん、全然人来なかった。みんな充実してるから。汚してください。おかなちゃんの配信を汚してください。やめろ。帰れ。行けー。帰れ。本当にね、なんか本当キラキラしてるね。もうなんか休日みんな喫茶店行くみたいな、うん、いう人たちばっかだ。まあでもそうか、おかなちゃんの動画的にも、うん、そうね、古着屋行くのが趣味。おしゃれな人が見るようなイメージだもんな、うん、イベントした時も女性6ぐらい、6割ぐらい、うん、髪型真似したいとかね、メイク気になるとか、服もねおしゃれだし。なんで私たちの視聴者さんここでね、ここでバツ、はい、バツッと切らす。いけー、来るな来るな、いけー。ここでね、シールド貼らせていただきます。女の視聴者ってそのばっかでつまんす。あのね、そんなことないよ、本当にそんなことないよ、うん、あのおっちゃんの方が質問めっちゃ飛んでくるからね。あ、そうなの。私の YouTube 配信とか見に来な、今度 やった時に。なんて聞かれるの？何してるの？昨日何食べたの？その服どこの？でもちゃん何歳？もうね、そればっかよ。尋問受けてるかと思う。あのおからちゃんのね、動画を見てるとね、うん、あのね、お腹いっぱいやろって分かってくるんだ。あ、ね、全部見てると、追ってくると、あの箸がね止まってね、一点集中始めるからね。そうだね。全然お腹いっぱいやん。毎回全部食べ終わってすごい。ご飯のお椀これだとしたら、味噌汁のお椀こんぐらいだもん。あちゃん半ぐらいあるんだ。ムフってする。そう、あ、それ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 、するするムフるムフるね。おかなちゃんの家とラムダの古かった実家見ると精神が安定する。あ、分かる分かる。なんかさ、勝手に帰った気持ちになるよね、実家に。あ、ほんと？おかなちゃんのお家だってうちの実家にそっくりだもん。あ、そうなんだ、うん、ああいう感じなんだ、うん、ニコニコ動画が出てきた時、当初可愛いのに変なことする人いなかったから衝撃受けた。あ、おかなちゃん、あ、私ね、あれは変なことしてたの？あ、ニコ生じらい知らん。変なことしてたよ。 BGM かけながら、うん、リモコンで電気消せるんだけど、うん、それを消してカチカチしてクラブごっこしてた。怖っ。え、配信で？配信でひたすら？うん、すごいね。すごいよね。あとな、メイド服着て、顔に落書きして、音楽かけて踊ってた。あー、でも、ニコン、でもニコンだって踊ってみたで可愛い子がいっぱいいるみたい、うん、なんか、うん、それをライブ配信でした。可愛いでしょっていうのがいっぱいある中で、確かに珍しい。あとは、お風呂で配信、うん、服着ながらね、配信しながらシャワー浴びて踊ってた、曲かけて。怖っ。気がついたらね、飯食う女になってた。いつからどう、なんでそうなったの？なんでそうなった？そのニコ生の時はなんかその友達と遊ぶ感覚みたいな。あー、はいはい、あー、私も倍そんな感じだった。そうだったよね。そう、そういう感じだったけど、まあ、YouTube は、まあ、生活の記録だから、うんうんうん、あと音源とか使えないじゃん、YouTube、うん、そうだから、
つご飯食べて、うん、2番目に料理作るの好きだし、もうだってもう元祖 Vlog みたいなもんじゃん、うん、おかなちゃんなんて元祖です、元祖 Vlog、うん、あの段ボールのテーブルがいいんですよ、はい、プレステ3の、あれプレステなんだ、プレステ4なんで、4の段ボールの段ボールに載せてんのがいいんだよな、そんな AV 見たことあるの、あお風呂そうやってすぐ他の女の話するんだ、あ、よくないよ、そう、そうだね、他の人の裸見るんだね、やだね、やだね、うちらしか見てほしくないのにこれで落ちますよ、みんな、もう明日から配信もコメント欄ひどいことになるここに置いていきますそっちに来てやったぞみたいになっちゃうから、うん、おかな嫉妬中ごめんな、もううちのもんだからさ、ごめんな、ごめんな、もらわれちまったよ、うん、返してほしければ、まあ、ちょっとねこれを弾んでくれたらね、まあ、サブスクぐらいはねちょっともらわないとね、ラムちゃんのね、え、感謝のサブスクだろ、感謝だろ、感謝のサブスクをしろ、いつもラムちゃん頑張って発狂してんだからあれ頑張った発狂してたらダトさんに言ってほしくなかったな営業妨害です、いつも頑張ってんだ頑張って発狂してんだ、みんなのためにマジでヤバくなったらペイペイの QR コード載せてね、だって、おー心強い、でも私マジで嫌なのよ、あの、うん、欲しいものリスト載せたりとか、確かにね、 QR コード載せるの本当に嫌なんだよね、わかる、他人がやってる分には全然いいんだけど、自分がやるにはちょっとポリシーがね、ポリシーに反する、わかる、え、でもガチ言うと本当にトイレットペーパーだけはやりたいトイレットペーパー、ラムンチ超トイレットペーパーの商品激しくて、あ、そうなの、ペットで、あー、そっか、うちもキッチンペーパーもらったんやんか、差し入れで、うんうん、めっちゃ嬉しかった、うん、ティッシュの嬉しいよね、うん、消耗品めっちゃ嬉しいじゃん、消耗品いいよね、ゲームしてたらさ、買い物とか行かないくなったりするじゃん、うん、で店閉まったりとかして、うん、その時にさ、もらったカップ焼きそば、あ、これよかったーって食べない、うん、食べる食べる、全然結構嬉しい、うちはあ、つまみとかわかる、うん、あれありがたいんだよな、ね、じゃあ誕生日プレゼントトイレットペーパーにしよう、3倍巻きみたいなやつがいる、買ってトイレットペーパー、そうそうそう、え、好きなん、さ、3倍巻きのあるじゃん、買ったやつでしょ、うん、あれ大好き、え、お尻痛くなるやつでしょ、え、痛くなる、巻きすぎたら、え、あのなんかさ、あれしょ、公園とかにある硬いそんな、あ、そんなあの、あれヤスリみたいなやつじゃない、あ、やつじゃない、あるある、普通にドラッグストアとか、あのね、私もそれめっちゃ好きなんだよ、あ、そうなの、うん、重いやつね、わかる、うちもあれ使ってる、あれめっちゃいいんだよ、なくなんないから、そう、なんかさ、柔らかいので拭けないよね、拭けるよ、いや、すぐなくなるし、そうだよね、なんか腰につかない、え、何の話腰につかない、ビリビリってすぐ破けない、私が熱、なんか強いのかな、拭くの、ちょっとグラビアアイドルか聞きたくないな、そういうなんかお尻事情なんか、え、視聴者はもう慣れてくれてます、え、慣れてんの、そういうお尻の話するとか、お尻、うん、みんなまで言うもんね、ウォシュレットあればあまりペーパー減らないから、ウォシュレットは嫌なんだよね、マジで、使ったことある、家ので一回、え、うん、たまに使うぐらい、本当に拭いても、うん、なんでっていう時あるじゃん、うん、にたまに使うぐらい、でもなんか嫌な気も、屈辱的だよ、お尻にピューって当たるの、外のとか特に嫌じゃない、だって絶対さ、使う人いるのかな、外の羽水がついてるぜ、絶対人の、わかる、そういうの気になっちゃうよね、うん、汚いよあれ絶対、外は無理、あ、まあ無理な人多いんで、でもなんか清潔そうな人多そうだよ、どう、この人たちが握ったおにぎりに改めて清潔そうだよ、もうそれ逆に煽ってる逆煽りしてる聞いちゃうよ、みんな見てみろ今自分の爪、鼻くそ詰まってた、汚ねなおい、え、でもさ、耳かきするようにさ、一本長く残しとくみたいなのあるよね、え、やってんのやってんの、やってるよ、え、おっさんでしか見たことないんですよ小指だけ長いでしょ、私人差し指だけ長くする、岡田奈々子おっさん説今爆弾した、今ベリ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 出てくるかもしれない、どうも耳かき使えやじゃ耳かき綿棒指
指から始まって、次耳かきにして、次最後綿棒で仕上げる。今も？今切ってる、今切ってる、今切ってる。あ、本当だ。今切ってる。だって宣材写真だからね。あ、そう、今日宣材写真。皮かぶったから。なんか皮かぶったって悪い、なんか言い方悪い、ね。ごめんね。引っ張られてるの？ラオの配信に引っ張られてるの。耳かきリフレって何？あ、じゃない？エッチな店か。耳かきしてくれる。え、だって膝の上に乗るでしょ、エッチな格好したお姉さん、うん、エッチな店よ、やってあげようか一回。こうえこうえ。でもラム耳かきさ、普通に1ヶ月2ヶ月しない。え、ほんと怖い。ビビ棒突っ込む。やるやるやる。いやー、なんかさ、今度企画でさ、信頼度みたいな、信頼度テストみたいな動画の企画撮ってさ、耳かきって。オカラちゃんだからとかじゃないもん。嫌じゃない、人にやられんの耳。あ、そう、怖いじゃん。あ、そう、大丈夫だよ、安心して。怖っ、大丈夫。やだよ、なんか料理されそう、耳の中で。何、チャーハン出てくる。間違えてチャーハン作っちゃった。錬金術やごめんっつって。こんな感じで、おかなちゃんはうちの事務所に入ったという報告でした、はい、また後ほど YouTube に動画上がると思いますので、よろしくお願いします。そして、おかなちゃんの YouTube をフォローしてください。そして、おかなちゃんのツイッチもフォローして、なんか、出るんだよね、これ。ほら、あ、ほんとだ。ポイン、これも出る。それ良くないんじゃない。ほら、いいのかよ。かわいい。何が出るそれ、お尻出ちゃうよ。お尻出た、お尻出た、お尻出た、お尻出た。はい、じゃあ終わります。はい、バイバイ。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。